ニューヨーク市地下鉄 W 系統はニューヨーク市地下鉄 B リビジョンの運行系統である。またの資金難のため2010年6月25日から2016年11月6日まで一時運休されていた。路線エンブレムはマンハッタン区内の BMT ブロードウェイ線が使っていたサンフラワーイエローに塗られている。W 系統は BMT ブロードウェイ線で マンハッタン区内を走行した後イースト側を60丁目トンネルで潜ってクイーンズ区に入り BMT アストリア線を走行する。2004年までは BMT4 番街線と BMT ウェストエンド線経由でブルックリン区まで走っていた。現地ではブロードウェイローカルとも呼ばれている。IND2 番街線の開業に合わせた運行パターン変更の一環として メトロポリタントランスポーテーションオーソリティ R68A 型電車で運行される WK 統 WK 統はもともとは BMT ブロードウェイ尖閣駅停車の運転区間を延長したもので BMT アストリア線から BMT ブロードウェイ線を経由してホワイトホールストリート駅まで運転していた年から年までマンハッタン橋のけ替えが行われたため 本来なら、マンハッタン橋経由で BMT ブロードウェイ線内を急行運転していた N 系統がモンタギューストリートトンネル経由で各駅停車として運行されることになった。この運用変更が W 系統の導入のきっかけである。路線エンブレムは W ブレッドと呼ばれる黄色のひし型であったが、R68 型や R68A 型では、 黄色い円形のエンブレムになった。R44 型や R46 系のデジタル表示では BMT ブロードウェイ線で運転されるすべての運転系統の表示が再現できるようになった。W 系統は IND6 番外線につながるマンハッタン京北行線が掛け替えのため閉鎖された2001年7月22日から導入された。また、 1988年から閉鎖されていた BMT ブロードウェイ線が通るマンハッタン共南行線の通行も再開された。b 系統は終日コニーアイランド、スティルウェルアベニュー駅からマンハッタンまで BMT ウェストエンド線及びマンハッタン共北行線を経由して IND6 番街線に乗り入れていたがマンハッタン共北行線の閉鎖に伴って分割されることになった。 ブルックリン橋北行線は1986年から1988年にかけて一度閉鎖されたことがあり、この時は時間限定のオレンジ色 B 系統だけが IND6 番外線の34丁目駅北を通っていた。同時に終日運転の黄色 B 系統がブルックリンクのコニーアイランド駅からマンハッタン橋南行線 BMT ブロードウェイ線経由で クイーンズ区まで乗り入れていた。2001年に元の運行パターンに戻されたが、B 系統を2種類走らせる代わりに、黄色 B 系統を W 系統という名前に改めて運行させることになった。これは、コニーアイランド駅から BMT ウェストエンド線、b m t 四番街線、マンハッタン京南行線、BMT ブロードウェイ線を通り49丁目で観光線に移って、 BMT アストリア線のアストリア、リトマースブールバード駅に向かうものだった。夕方には、マンハッタン区の57丁目駅止め、深夜には、ブルックリンクの36丁目駅止め、週末は、ブルックリンクのアトランティックアベニューマイナスパシフィックストリート駅止めになった。2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件により、BMT ブロードウェイ線のローアーマンハッタン区間は、 運休となり、N 系統は完全運休、W 系統はリトマースブールバード駅からコニーアイランド駅の間での終日運転となった。これにより、ブルックリンク内の36丁目駅北を除いて全駅に停車するようになった。深夜にはリトマースブールバード駅34丁目駅間とブルックリンク内の36丁目駅。 コニーアイランド駅間の2区間に分かれて運転された。両区間の通常運転は2001年10月28日に再開された。BMT アストリア船内の急行運転は周辺住民に馴染みが薄く定着しなかったことから2002年1月15日に中止された。その頃には夕方の運転区間が57丁目駅からアストリア。 リトマースブールバード駅まで延長された。2002年9月8日の始発から、コニーアイランド、ステルウェルアベニュー駅は建て替え工事に入り、W 系統は終日コニーアイランド駅やストリア、リトマースブールバード駅間で運行されるようになった。この際、コニーアイランド駅に乗り入れる他の系統が区間縮小されたため、W 系統はコニーアイランド駅に直接乗り入れる、 唯一の運行系統になった。深夜と週末は、モンタギューストリートトンネル経由で、BMT4 番外線及び、BMT ブロードウェイ線の観光線を運行していた。また、この時には、N 系統は、ブルックリンク内のみで運転されていた。2004年2月22日にマンハッタン橋の掛け替えが、観光し、橋上の4線がべて利用可能になると、W 系統は、 平日7時から21時30分に、アストリア、ディートマースブールバード駅、ホワイトホールストリート、マイナスサウスフェリー駅間の各駅停車として運転されるようになった。ブルックリンク内は、DK 等がマンハッタン京北詰めから BMT ウェストエンド線に乗り入れる、要運転区間が延長された上で担当することになった。これは、シティホール駅に、 WK 等の車両を留置できるスペースがなかったためで始発から3本はブルックリンクグレーブセンドの86丁目駅を出発し終電までの3本はキングスハイウェイ駅までの運転とされたブルックリンク内はモンタギューストリートトンネルを経由して BMT4 番外線及び BMTC ビーチ線を走行していた2008年7月27日には w 系統の運行時間が23時まで延長された。2010年3月24日に、または資金難から w 系統の運転を取りやめ、n 系統及び Q 系統に置き換えると発表した。n 系統は平日にマンハッタン区内での急行運転を取りやめて、終日キャナルストリート駅北の各駅に停車することになり、Q 系統は n 系統を BMT アストリア線まで区間延長したものになった。このため、キャナルストリート駅からホワイトホールストリート駅まで乗車する利用客は R 系統を利用することになった。W 系統は V 系統とともに2010年6月25日をもって運行中止となり、アストリアディートマースブールバード駅行き最終列車が22時50分にホワイトホールストリート マイナスサウスフェリー駅を発車したことでその歴史の幕を閉じた。2015年7月に、または IND2 番外線の第一機区間開業に合わせて W 系統を2004年から2010年の運行パターンで運行再開すると発表した。IND2 番外線は2016年12月開業予定で開業すると旧系統の北端は BMT アストリア線から アッパーイーストサイドの96丁目に変更されることになっていた。これは BMT アストリア船内の運航を Q 系統から W 系統に引き継がせることでクイーンズ区内でのサービスレベルを維持することを意図していた。しかし W 系統の再導入で平日の BMT アストリア船内の運航は20往復減る見通しである。これは同じ便数を確保するためには 従来の旧系統よりも短い時間間隔で W 系統を運行させなければならず、それは実際には困難であるためである。2016年5月23日には、または W 系統の運行再開を決定した。または W 系統を2016年11月7日から運行再開させ、同時に旧系統は一時的に57丁目から7番街駅止めに、 する計画であった。これは、i n d に1外線開業と同時に、旧系統の乗り入れを開始することでスムーズに移行することを狙ったものである。W 系統は、コニーアイランド車両基地の所属車両で運行されるが、早朝の86丁目基始発の3本は BM、BMTC ビーチが、リハビリ工事中の期間は、ベイパークウェイ駅に退迫させた車両で運行していた。 w 系統は以下の路線を経由する。リストアップされている駅についての詳細は該当する路線、または駅の項目を参照のこと。ありがとうございます。